このように福岡の気候でも外で過ごすことができるんです。さあ、それでは餌を持ってきていますので餌の紹介もしていきたいと思います。皆さんはぜひ種類を当ててみてくださいね。一つ目はこちら。結構これすぐ答えが出てきますね。はい、こちらゼイゴと呼ばれる部分があるのが特徴的な魚です。こちらはアジです。私たちが開きなどで食べるものよりはちょっとサイズが小さいですね。さあ、続いてはこちら。さあ、これはちょっと難しいかもしれませんが、こちらはイカナゴという魚です。この時間の唯一の見せ場となるのが、私の後をペンギンたちがこのようについてくるだけとなっております。皆さんの近くにも行きますので、その時にはぜひお写真を撮ってあげてくださいね。さあ、それではまずは紹介からしていきます。このペンギンの丘には24羽のペンギンたちがいます。種類はケープペンギンという種類です。ですが、中にはちょっと模様の違い子も混ざっています。今プールの中に泳いでいるのが1羽と、あとプールの口プースーといって、私たち飼育員の手で育てたペンギンたちも混ざっています。そしてペンギンたちといえば、このように短い足でよちよちと歩く姿も印象的だと思います。足が短く見えるんですが、実は見た目以上に足の骨が長いんです。どういうことかというと、ペンギンたちは足の骨が膝のところで曲がった状態で体の中に隠れています。ですので、私の体で現れた水の中を泳ぐときに少しでも抵抗を受けにくくするために、この体の形になったとも言われています。ではここからが唯一の見せ場となります。皆さんの近くを通っていきますので、ぜひお写真を撮ってあげてください。ただ手を出すとつつかれることがありますので、手は出さないように気をつけてくださいね。さあ、ここにいるペンギンたちは翼に応えてみてください。3つ目はこちら。なんかいろいろ聞こえるけどサバ違います。はい、こちらサンマです。秋が旬の魚として有名です。さあ、今お見せしているこのサンマ、そして先ほど紹介したイカナゴ、どちらとも結構長さのある魚です。ペンギンたちは魚を丸飲みにして食べるんですが、なんとこの長さでも丸飲みにして食べます。それでは皆さんと一緒に見ていきたいと思います。このコンクリートの両端で揚げていきますので、それではいきます。せーの、よいしょ。はい、噛みちぎることなく一本丸々で飲んでくれました。さあ、反対側に行ってみましょう。反対側ではサンマを揚げてみますよ。もうちょっと前来てもらえます？はい、それではこちらの子にサンマ揚げてみましょう。せーの、よいしょ。早かったですね。